性書士 FT 事務所の静香でございます。今日はですね、ステップストックセッション第51回ということで、直近の、IR 説明会でのですね、参加報告というか、内容を展開したいなと思いましてですね、ちょっと本当はいろいろもうちょっと遡ればですね、いろんな会社のものがあるんですが、ちょっともう、あんまり前のは遡れないので、直近参加したやつからですね、どんどん話をしていきたいなと思います。で、これはですね、今日は、ダイワ証券の、その IR 子会社が主催した、説明会で、サムティ、不動産のサムティと、青空銀行と、あとレノバ、去年上場でしたかね、の3社の説明会の内容をですね、ギュギュッとまとめてですね、それぞれ50分ぐらいやってるものをですね、20分ぐらいにまとめてお伝えしたいなと思います。では資料の方から、まあ、チャートの方から見ますかね。はい。サムティ、こんなチャートになってまして、で、この辺で多分確か、第一四半期の決算発表がありまして、で、最高益更新というところで、通期予想を情報修正してきたということで上がったみたいな話なんですよ、要は。で、まあ、ぼんやりチャートを眺めていただいたところでですね、はい、資料の方に参りたいと思います。サムティ、まあ、不動産業ですね。あ、そうか、全然、あれですね。決算期、11月なんで、第1クォーターじゃないですね。だから、第2クォーターなんですかね。だから、半期経ったところで、5月末のところで、通期予想情報修正ってことですかね。はい。という形になっております。事業内容としては不動産賃貸、あとビジネスホテルとかですね、ファンドとかですね、まあアセットとか、あと PM 業務とかもやっている。で、あとリートのスポンサー、サムティレジデンシャル投資法人という、リートのスポンサーをやっています。で、本店が大阪府大阪市、淀川、西中島なんで、新大阪降りてすぐ、なんじゃないですかね。多分。というところです。まあ、今期とか、まあ、ここ最近の利益状況としては、部門別で見ると不動産売買、売却益のところは大きいんでしょうけれども、メインとした賃貸で地盤をしっかり作って、不動産。まあ、キャピタル狙えるところは狙うみたいな形のようですが。で、上場一部。ですね。2015年に一部に市場変更をしております。2007年にヘラクレスに上場したんですね。で、まあ、内容をざっくりまとめたのがこちらです。で、賃貸業務はワンルームがほとんどです。で、まあ、開発したワンルームなんかを不動産投資会社、ワンルームマンション買いませんかみたいなことをよく電話かかってくると思うんですが、そういうところに、下ろしたりとかもしている。で、まあ、取り扱っているのはワンルームがほとんどだそうです。で、エリアは、東北四国を除くエリアに分散している、まあ、大都市圏のあるところが多いんですが、関東の割合が実は低い。まあ不動産業界も、とにかく都市圏に、立地条件のいいところにっていうところが最近の流れですけど、その割には関東の割合が低いねっていう感じです。まあ、大阪の会社なんで、関西圏が、39%、で、四国が 21.8%、で、北海道13、中部が15、で、首都圏が 11.2% と低いんですね。で、どうしてもその東京近郊の物件は利回りが低くなってしまうので、割合はそんなに高くしていないというところだそうです。で特徴としては、リーシング能力が高いので、稼働率が低い物件を買ってリースアップして、利回り向上したりとかする、まあ、再生流動化みたいなところに今力を入れているというところだそうです。
あと、開発流動化もやっているし、投資分譲もやっているし、で、アセットもやっているしってところなんですが、で、リートにね、売ったりとかもできるので、その辺、それなりにいい形で回転が効くというか、っていうようなところ。で、ビジネスホテルの会社を買収したというのがありまして、それが、結構前ですね。2006年にビジネスホテル会社、渋沢栄一さんが立ち上げたビジネスホテルの会社らしいですけど、買ってですね、そこからインバウンドの需要とかもあるので、ちょこちょこですね、ホテル新しく建てたりとかっていうのを進めているというところです。で、第1クォーター決算って書いてありました。第2クォーターでしたね。すいません。通期予想を上方修正しています。で、配当予想も、従来36円予想、今期は、36円予想していましたが、6円プラスして42円に、増配しています。それでも、アナリストからは保守的だというふうに言われているところですが、ね、それでも、上方修正したところで株価かなり上がっています。先ほどお見せした通りですね。で、予想 ROE が14.3%。配当利回り2.77%。で、PR 7.3倍。PBR が1.1倍。これが、8月23日現在の数字ですね。この辺は。というところになっております。CM なんかを今結構、広告に力を入れて、カンブリア宮殿とかですね、猛者邸とかでも CM 出してるんですかね。っていう感じです。んまり、サムティの物件、東京にいるからかもしれないですが、あんまり見たことないんですが、ファンドとかリート向けだと S レジデンスとかっていうのとかですね。あと S ペリアホテルみたいなのがブランドとしてあるらしいですよ。で、リーマンショックとかですね。あと、バブル崩壊後もそうなんですけど、会社の設立自体が1982年なので、いろいろ、公共不況を経験しながらですね、やってきた会社なので、そういったちょっと厳しい状況があったところを経験したので、どっちかっていうと、賃貸のワンルーム、ワンルームに限ると賃貸の方で、しっかりと収益地盤を作って安定的に稼ぎたいと。で、キャピタル取れるなら取るけれども、そんなにガツガツ買って売ってで儲けていく形にはしない方向性だっていう。大阪でしかも不動産会社っていう感じなんで、すごく山っ気があるようなに思うんですが、結構会社としては保守的な会社ですね。社長の考えが結構保守的な考えで経営していきたいというところで、支店が例えば今東京、福岡、札幌、名古屋とあるんですが、で、支店増やした方がいいんじゃないかって話もあるんですけど、ちょっと慎重に考えているとかですね。あとは、さっきの通期予想の話もありますけど、結構その辺も保守的だとか、いろんなところで、結構安定的な経営をしていきたいというような考え。で、フローのビジ、特にそのさっきの、キャピタル狙うフローのビジネスの方は、まだ、狙えるけれども、ちょっと減退してきているかなというような相場の見方だそうですんで、次に不況になった時にしっかり新しい物件を買っていけるように、考えていきたいというところですね。家賃収入がですね、特に、とにかく安定しているというところですね。で、ここ2014年から17年計画までは、かなりフローの部分で、不動産の開発再生とかっていうところで、利益が伸びているんですが、しっかりとこの家賃収入で地盤はできているっていうようなところですね。というところでしょうか。そんなサムティでした。
で、さっきのビジネスホテルのところで、京都に今、ホテル新しく作ってるらしいんですが、ちょっとややラグジュアリーめの、ややいいホテル。すごく、そのね、シティホテルみたいないいホテル、すごくいいっていうことじゃないですけれども、京都にはやっぱり欧米人の観光客が多いので、ちょっと、ビジネスホテルだけどレベル高めなホテルを今作っていると。いうことでしたね。で、現在の不動産市況の見方についてはですね、シニアの富裕層が、子とか子、孫に子孫に残したいっていう、思いで買っている部分と、あと外資系の年金資金が買っているとかっていうところで、まだ上がっているっていうところで、まだ市況自体好調なんじゃないかっていうところはあるんですが、とりあえず、いわゆる2020年問題みたいなところで、オリンピックまでは上がるんじゃないかなというような見方だそうです。で、ワンルームに限って、その賃貸の、そのワンルームマンションばっかりをですね、取得というか開発、取得しているっていうところなんで、大手デベロッパーとの、その、なんですかね、競合があんまりないっていうところも強みだと。ですね、大手デベロッパーファミリー向けが多いので、そういうところで、競争はそんなにないから、用地取得も結構順調に来ているよというような話でした。そんなサムティ3422、あれ3422だ、違うな、3244、3243、3つ、ちょっとあんまいい覚え方なかったですね。3244です。3ミニ、ミニ、ちょっとナイス。すいませんね。はい、ということで、サムティでした。最近ちょこちょこやってるお知らせであります。S&P500 連動のベドル建て元本加工型ファンドというのもですね、今、うちの事務所で取り扱っています。あんまり金融商品仲介とかやってないんで、ほぼ、いくつか、持ってるのあるんですが、国内の証券会社とかとはですね、別にその IFA 契約を結んでないので、海外の商品になっちゃうんですけど、毎月200ドルからの積み立ての商品です。対象資産 S&P500、SP500 で、ほぼほぼ連動するよっていう商品です。で、積み立てプランなんですが、期間10年だと100%米ドル建てで元本確保、15年だと140%の元本確保、20年だと160%の元本確保となります。もちろん、パフォーマンスが上回ればその額受け取る形になりますが、すべて米ドル建てなんで、日本円に戻したらどうなるかわかんないよっていうのはもちろんあるんでね。受け取り、米ドルで建てでもらっちゃえば、円安になった時に円転すりゃいいっていう話であります。で、気になるコスト、信託報酬的なものが10年だと2%、15年だと1.7%、20年だと1.1%みたいなプランになってます。で、あと、加えてすべてのプランで月10ドルのコストがかかるということなんですね。もしご興味ある方は、ご相談いただければなという感じです。で、次、青空銀行ですね。業種、当然銀行です。で、昔の日債銀ですね。日本債券信用銀行です。1998年に、危機からですね、一時国有化ありました。で、2000年に再民営化して公的資金注入して、2015年にですね、公的資金を完済しています。2001年に、青空銀行という銀行名、今の銀行名になりまして、で、2006年のところが、2006年で東証一部に再上場というところですね。で、その2015年に公的資金完済したというところで、ここからの、戦略が期待されるところであります。事業内容は、普通の不動産融資、金融商品販売ですね。すごく特殊なことはないですが、で、本社所在地が東京都千代田区麹町になってます。四ツ谷なんですけど、で、ちょっと話題になった、上智大学の中に本社を作った、何でしたっけ、ソフィアタワーか。ソフィアタワーの中に、本社が入りました。今年かな？そうです。2017年に、女子大学の中に本店を作ったというところで、結構話題になったんですが、その辺の共同だか産学連携だかということで、よくね、最近だと、
企業、あれ企業、何でしたっけ、講義やるのあるじゃないですか。企業の方から、講師招いてっていう。私も大学の時、みずほのやつとか受けてましたけどね。まあ、そんな形だとか、まあ、一応研究分野とかでですね、連携をして、新しい事業展開を図りたいというようなところもありまして、いい関係が築けるんじゃないかみたいな話でした。1730人従業員がいるということで、支店が本支店20本支店1出張所あります。全国主要都市にというところですけど、まあ、関西、関東、まあ、関東はそれなりに多い、多いとは言っても、埼玉にないですもんね。で、北関東もないし。で、中部は名古屋と金沢だけ。関西も、大阪、梅田、京都だけ。兵庫にすらない。神戸にすらない。四国に高松1店舗、中国は広島に1店舗、九州は福岡に1店舗。あと札幌仙台みたいな感じですね。まあ、支店がそんなにこう全国ネットワークがある割には支店はそんなにない。ただし、ゆうちょ銀行の ATM で土日も手数料無料で下ろせるということなんで、まあ、そこが強みだったりするかもしれないですね。ゆうちょ銀行の ATM が 27,561 台。あるそうです。はい。ということでした。子会社もいろいろあるんですよね。青空信託とか、青空証券とか、青空投信とか、青空投信とかあんま聞いたことないですけどね。で、特徴としましてですね、青空銀行チャート出しますね。こんな形です。多分、他の銀行とは違う動き方なんじゃないかなという気はしてますが、もうちょっと長い方がいいですかね。地銀とかは特にもう年初来安値つけている中、まあ安定した値動きをしているかなと思います。ちょっと比較チャートとかで見ると分かりやすいんでしょうけど、例えばですけど、三菱 UFJ の半年比較とかすると、もう全然差出てきちゃってますよね。銀行、さすがにないか。はい、すいません。という感じです。はい。1年とかで比較しても結構差があるんじゃないかなと思いますが、データがありませんって言われちゃった。すいません。なんだ、厳しいですね。という感じです。で、銘柄の特徴としましては、個人株主のですね、保有比率が非常に高いというのが特徴で、32% は個人ですね。銀行にしては非常に高いです。銀行は個人の、大体主要銀行とか大手地銀の平均だと 15% くらい、個人の保有割合がそれぐらいなんですが、非常に青空銀行の場合個人の保有比率が高いです。多分その辺は配当利回りが高いとか、この予想 4.75% で、あと配当年4回とかってところがもう影響はあるんだと思います。で、じゃあ代わりに何が少ないのか、他のね、保有比率が低いんだと思うんですが、何が少ないかというと、事業法人の保有比率が低いんですよ。で、持ち合いがないんですよね、ほとんどね。っていうところが特徴なのだと思います。個人株主数が2017年3月末で 73,991 人という形で、例えば地銀最大手コンコルディアだと 2,3 万人ぐらいなので、まあ、非常に個人の方に人気の銘柄であります。配当利、まあ、後でちょっと話しますけど、配当利回りが高いっていうのが大きいんでしょうね。で、方向性としては、まあ、メインバンクがすでに、まあ、近くの地銀だとか、もちろんメガバンクで付き合いがあるっていう方も多いんでしょうけど、それに加えて、もう一つ、青空銀行、
使ってもらえるようにっていうような方向性で今頑張ってるぜっていうところのようですね。で、顧客基盤は50代から70代が非常に多い、シニアの方が多いんですね。で、1人当たりの預金残高は国内銀行平均の約10倍。国内の銀行の顧客1人当たりの預金残高がだいたい57万円ぐらいなんですけど、青空銀行が530万円。かなり多いです。ということなんで、まあ、シニア富裕層、シニアの富裕層の顧客が多いということでですね。で、まあ、かなり、こう、じっくりと相談をする、やり取りをすることが多いということで、支店の中はですね、結構、こう、豪華な作り、都会のオアシスというようなですね、なんですか、キャッチフレーズというか、という形で、こう、優雅な支店の内装作りを目指しています。で、地銀向けの金融商品販売、なんかローンの販売とかですね、まあ、地銀が今非常にこう稼ぎづらい時代になってきてますから、金融商品販売したり、死亡投資販売したりとかですね、デリバティブが組んだ商品とかですね、ローンの販売とかをしていて、そこが今伸びていると。で、新しい分野として、再生ファンドとかですね、地域活性化ファンドとか、地方創生事業再生とか、その辺も力を入れていると。で、事業承継、M&A アドバイザリーとか、その辺も含めて、力を入れていて、M&A のアドバイザリーの子会社も作成したので、ま、いろんな地銀とですね、組んで、今動き始めているというところだそうです。経費率が比較的低いというところが特徴の一つでありまして、経費率 50% 以下が目標、今期 52%、52.8% ということで、システム開発、大きなシステム開発があったんで、今期ちょっと経費率上がってしまったんですが、前期か、2016年度はちょっと高かった。で、2015年度までは 40% 台でずっと経費率推移してました。46% ぐらいですかね、大体。で、推移してました。で、勘定系のシステムを一新したということで、なんか IBM から NTT データにですね、40年ぶりにシステムをガラッと変えたということらしいです。中期目標として 45% 以下を目指しているんですが、まあ、とりあえずは 50% 以下に抑えていきたいと。まあ、その前期が高かったっていうのもあって、なかなか。で、自己資本比率 10.75%、2017年3月末で、まあ、国内業務 4% 必要ということですが、まあ、大きく上回ってますよというところの財務の健全性もなかなか売りだというところが、そうですね。で、予想 ROE が 11.2% で、配当利回りが予想 4.75% と非常に高い。これがだから、大体その東証の上場企業の中で30位以内に大体入っているんですよね。で、銀行の中ではもちろん1位です。というような形ですね。PR 10.6 倍、PBR 1.17 倍ということになっております。配当成功は 50%、純利益の 50% となっております。今期の配当予想が18円40銭ということですね。となっております。結構こう株主目線にこうなんとか株主の期待に応えていきたいっていうような、気持ちの読み取れる企業ですので、IR 説明会とか結構頻繁にやってますよね、青空はというところなので、まあ配当利回りを重視される方はなかなかいいんじゃないかというところですね。ですね、去年上場だったかと思う、今年でした、2017年上場でした。はい、業種電気ガスです。数少ない電気ガスのうちの一つ。決算期5月ですので、この前、第1クォー、えっ、ー、と、
最初の決算を迎えた感じですかね。で、再生可能エネルギーの発電と開発運営が事業内容、本社所在地を千代田区大手町、まあどうでもいいですけど、で、まだ、従業員数73名ということですね。で、チャート見てみましょう。なかなかですね、気持ちいい形で、ね、下がっておりまして、半年ですけれども、順調に緩やかに下がっております。もうちょっと長いのがあるのかな。まあ、この辺が初値。で、初値は割ってしまってるんですね。はい。割ってしまってます。はい。ということでした。まあ、その要因もちょっと後で話していきますが、とりあえず、ね、太陽光とかバイオマス、風力、クリーンエネルギーですね、再生可能エネルギーの発電所を開発するというところが、とにかく、仕事を、メインの、事業内容ですね。で、今後のとりあえずまずは再生可能エネルギー業界の話っていうところを、話さないと、この業界のですね、市場規模とか成長性とかどういうものなのかっていうのはなかなか我々には伝わってこないところなんだと思うんですが、まあなんとなくそれを増えていくんだろうなと思いながらちょっとよくわからないっていうところは多いと思うんですけどね。世界の電源投資の 70% 超はこれから再生可能エネルギーに向かっていくだろうと。日本はかなり遅いんですよ。再生可能エネルギーに対するこうなんて力の入れようというか、まあお金のかけ方っていうところもそうなんですけど、で、2006年と2016年の比較をですね、各国いろんな資料、比較を出してくれてるんですよ。いくら、発電量ベースか、発電量ベースでどれぐらいの、発電量を、こう、今までのその、化石燃料を使ったじゃないか。どれだけ再生可能エネルギーの発電量が増えているか。で、ヨーロッパとかは結構増えているんですよね。その水力。昔は水力だけだったその化石燃料の発電が、今風力、太陽光、地熱とかっていうのも増えているんですが、日本はほとんど変わっていないっていうところでかなり出遅れてるねっていう。まあアメリカの方がそういう意味では、やや増えている。メキシコだけが増えていないぐらいの感じですけど、中国ですら結構増えているんですよ。まあ、中国はもともと電力が少なかったんで、新しい発電を行うっていうところでもういきなり再生可能エネルギーに入っていけるっていう、だから既存の発電を再生可能エネルギーに変えるっていう作業が必要ない分、新興国の方が実はその動きは早かったりするのかもしれないですね。あとヨーロッパは結構やっぱり、ね、EV 自動車に全部するとか言ってるぐらいですから、環境に対する力の入れ方はなかなか動きが早いということですね。で、あと韓国なんか全然進んでないですね。もう全然ちょっとお話になりませんね。はい。という感じです。で、世界の電源投資がですね、2040年ぐらいまでに、ただ今からだから23年間ぐらいで、1150兆円。世界の電源投資として、お金が使われる。で、その中で 73% は再生可能エネルギーの方にお金が向かう。だから800兆円ぐらいですね、世界の、電源投資のお金がですね、再生可能エネルギーに流れていくというような試算だそうですよ。だから世界のマーケットは800兆円のマーケットになっているということです。で、国内だと、まあ、2030年までのデータ、10年少ないんですが、だいたい12兆円。ちょっと、少ないと見るのかどうなのか。800兆円のうちの12兆円。まあ、2030年までなんで、ちょっとその10年の差はあるにせよ。少ないんだろうなっていう気はしますよね。やっぱりね、日本は。っていうのはありますんで、まあ、もちろん、まずは国内で、実績を作ってですね、海外に打って出ていきたいと。海外のパイを取りに行きたいというところがまずあるそうです。なので、まあ、今、国内の開発案件12件あります。太陽光、バイオマス、風力。風力は特に洋上発電、洋上風力。海の上にですね、でっかいこう風車を立てるのが多いそうです。まあ、ボリュームゾーンがその陸上の風力発電よりも洋上風力発電の方が
いいらしいんで、まあ、環境アセスメントとかの面から、まあ、騒音の問題とかですね、その辺のことを考えると、洋上風力発電の方が、なんか、いいらしいです。簡単というか、やりやすい。そうですよ。で、バイオマス発電をですね、秋田で1件作ったことで、結構、これで実績をちゃんと作れたっていうことがですね、新規案件の展開が容易になっていくというところなのじゃないかなというところだそうです。で、固定買取制度が終了する、まあ、あと20年。かけて収録するっていうところがちょっと懸念されている部分もあるんでしょうけど、その頃には資産の償却とかですね、固定費の償却とかですね、借り入れなどが返済しきっているというところなので、であとはもうその後はですね、メンテナンスの費用とか、なんか草刈りの費用とか、それぐらいしかかからないっていうことらしいんで、その辺はもうちゃんと持続可能な形で、運営していけるだろうというところでした。で今、株価が特にその低迷しているっていう部分が、まあ、この辺の需要というか、この市場規模をなかなか伝えきれていられないというか、その株価に織り込まれていないんだろうなっていうところがやっぱり大きいみたいですよね。というところだそうです。自然エネルギーなんで、なかなかその天候とかによってブレがあるっていうのはあるんですが、ただある程度のその、例えば年間ベースでの予想とかと、じゃあずれてるのかっていうと、そんなにずれはないみたいなんで、まあ、年間ベース、その、ね、月ごととかっていう単位で見ると、ややブレはあるのかもしれないですが、年間ベースとかで見ると、ちゃんと予想通りにいっている。というようなことだそうです。で、あとバイオマスがですね、増えていくと、バイオマスの発電量がかなり大きいので、発電量をかなり増大していけるんじゃないかなというところだそうですよ。でさっきのそのバイオマスは特にそのオペレーションが難しいんで、で、だからこそ今、うまく事業として展開できているということが、新規案件の展開にかなり容易になってくるので、成長性かなり期待してもらっていいんじゃないか、みたいなことでしたね。予想 ROE が 27.2% かなり高い、配当利回り、配当ちょっとまだしばらく出せないと。まあ、新しい投資の方に、資金を向けていきたいので、なんとかとりあえずもう株価を上げるということにですね、今は力を入れたい。で、PR26.59、PBR2.77 倍ということですね。で、東証一部変更も視野に入れて今動いているということですので、その辺でですね、期待していただくといいのかなというところです。では、相場の格言ですね、相場の最初は小型株から、大きく下げた後の相場は買い方は意気消沈してるわけで、もうダメだ、これ買えないわ、これは、みたいなね、ところになってると。で、そうなって参加者が少なくなるので、少ない資金で反応する小型株がやっぱり中心になりやすいよと。今みたいな時もそうかもしれないですけどね。で、景気においても小型企業の方が早く影響が出るわけですね。景気が好景気になったとかですね。まあ、好景気の時は結構大型の方が早かったりするのかもしれないですが、不況の時はね、中小企業の方から潰れていくみたいなことも多いですから。で、逆に言うと小型株が上げ始めたら本物相場下げ始めたら危ないよっていうようなところも一つちょっとこう、見極める一つのこう、尺度になるのかなというところが小型株ですかね。はい、というところでした。LINE の公式アカウントたまに送りますんで登録していただければたまに何か重要なものをお送りしますので、あとメルマガの方ですね、今週末もまたお送りしますが、そろそろスケジュールを作んなきゃいけないんですが、ちょっとその時間があるかどうかですね。金土とですね、今週末は日経 IR フェアの方に行ってきますので、ちょっとスケジュールは来週かなんかになってしまうか、もしくは LINE で、LINE アットでお送りするかもしれませんが、まあ、メルマガ自体はお送りしますので、
ということで、いろいろご質問ご要望、いろんなご依頼お待ちしております。ね、駆け足で3社のですね、IR 説明会の内容をお伝えいたしました。お時間ある方はいろいろね、参加されると、いろんな新しいこと見えてくるかなと思うんですね。で、昨日もちょっと J リートの説明会に行ってきたんですが、ちょっと、それはそれでなんか新しいことが、まあ、リートとは関係ない部分でですね、ちょっと、いい発見があったのですね、それはまたその時にお伝えしたいなと思います。まあ、その、あんなんですか、この動画でまた展開するときにですね、お話をしたいと思うんですが、ということです。青空銀行は8304。まあ、銀行のコード番号83なんちゃらがほとんどなんで、8306、83、8316、8411。なんで、まあ、覚えやすいかなと思いますが。レノバ。レノバが、あれ何番ですか？書いてくれなかったですね。レノバが、9519。9号行く。ちょっと全然覚えらんです。だから、あれですかね。発電所建ててて、あんまりいい話じゃなかったですね。やめときます。9519。全然ちょっと思いつかないですね。皆さん何かいい語呂合わせあれば送っていただければなと思います。まあ、コメントいただければなと思います。ということで、ストックセッション第51回、IR セミナーの、参加報告でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。